暑い夏の到来を前に日本気象協会は15日熱中症予防大使として全国のゆるキャラを任命しました。東京池袋で行われた任命式には猛暑で知られる岐阜県多治見市のうながっぱや埼玉県熊谷市のにゃおざねなど全国各地のゆるキャラ10体が登場しました。そして兵庫県尼崎市のちっちゃいおっさんに任命証が手渡されました。おかんわし頑張るで、おかん見てるか。大使となったゆるキャラは今後各地で熱中症への注意を呼びかけるということです。